はい、今度はですね、2024年の1月に行われた共通テストのですね、数学 1A の題文の位置を解説していこうかなと思います。で、まあね、できるだけこう優しく分かりやすいように解説しようっていうふうには思ってますけども、まあちょっとやってってみましょうか。じゃあね、見ていきましょうか。で、まずですね、不等式、n 小なり2ルート13、小なり n プラス1を満たす整数 n は何かっていうと、これまあ二乗して考えればいいわけですよね。そうすると n の2乗を、これが、4×13 になるんで52で、n プラス1括弧の2乗っていうふうになるんで、これ n は7ですよね、整数って言ってるから。なのでアは7ということになりますね。うん。で、7であると。で、実数 AB を、A を、まあ、あれですね、小数部分って多分見てるのかな。そうすると、2ルート13マイナス7ってしようよと。で、B はそうすると、2ルート13マイナス7分の1になるよねと。で、これ有理化してあげると、2ルート13マイナス7と、2ルート13プラス7で上が2ルート13プラス7になるよねと。そうすると、2ルート13の2乗引く49だから、52引く49になるわけですよね。そうすると3分のですよね、3分の2ルート13プラス7と。そうすると、イが7で、ウが3っていうのが出るかなということですよね。で、今、これが B で、これが A だよって言ってるので、A の2乗マイナス 9B 次乗っていうのは、これの2乗になりますよね、A の2乗っていうのは。2ルート13マイナス7の2乗。マイナス9かける、これを2乗すると9分の括弧、2ルート13ですね。2ルート13、2ルート13プラス7括弧閉じの2乗ってなって、これが消えてですね、2ルート13マイナス括弧の2乗マイナス2ルート13プラス7括弧の2乗、これって A の2乗マイナス B の2乗っていう形だから、これとこれを足したもの、足すとどうなるかっていうと、7が消えて4ルート13が出ますよね。で、あとは A マイナ B で考えればいいから、2ルート今度は13が消えて、マイナス7のかける2っていう状態になるから、マイナス14ですよね。そうすると14かける4なので、56、マイナス56ルート13ってなるんで、ここがマイナス56というふうに出ますよね。うん。で、隣のページの方に行きましょう。で、丸1から、あは7ですから、7、7が成り立つと。太郎さんと花子さんは、ルート13について話していると。丸5から、ルート13のおよその値がわかるけど、小数点以下はよくわからないねと。小数点以下をもう少し詳しく調べることができないからなと。で、丸1と丸4って言ってるので、丸1がこれですよね。丸1と丸4から、B っていうのは、うはさっき出して3なんで、ここのところが3分の M、で、B、3分の、M プラス1よりも B っていうのは小さくなるよねと、これとこれを使ってるんですね。うん。
で、を満たす M はって言ってるから、これ B は戻してあげればいいですよね。そうするとどうなるかっていうと、B に戻してあげるとどうなるかっていうと、3分の M で B が3分の2ルート13プラス7で、3分の M プラス1っていうふうになるよねと。で、そうするとこの部分、さっき、2ルート13の、整数部分っていうのを出したんで、このね。そうすると、これ7点いくつかだよねと。そうすると、分子の部分って14点いくつかになるはずだ。そうすると、M は14だよねと。14から15の間だよね。っていうのがわかるよね。ってことなんですね。なので、満たす、整数は14となる。よって、丸3から、15分の 3a は、14分の3よりも、小さいっていうのは成り立つよね、と。で、またここで a を使って13の整数部分を出さなきゃいけないので、a って何だったかっていうと、これですよね。そうすると、15分の3よりも a は大きくて2ルート13マイナス7で、14分の3ってなるから、そうするとこれ計算していくとどうなるかっていうと、まず2ルート13で7を足してあげると、5分の36と14分の101になりますね。で、2で割ってあげるので5分の18でルート13で、2で割ってあげるから28分の101と。で、そうすると5分の18っても暗算で出ますよね。 3.6 よりもルート13は大きいんだと。で、あと101を28で割ってあげると3で、これが84で17で、これが 3.6 で、168で20だから、そうすると3.60点点点よりも小さいと。そうなると、ここですよね、ルート13の整数部分は3であり、2と6を使えばルート13の小数第1位の数字が6、第2位の数字が0であることがわかるというところですね。で、お次ちょっといきましょうか。ここからまたちょっと問題が変わってくるので、別の問題ですね。どこ行ったかな。これだ。こっからは三角比の問題かな。で、どんな問題かっていうと、以下の問題を回答するにあたって必要に応じて37ページの三角比の表を用いても良い。水平な地面に垂直に立っている電柱の高さをその影の長さと太陽高度を利用して求めようっていう問題ですね。で、見ていくと、図1のように電柱の影の先端は坂の斜面にあるとすると、また坂に、傾斜を表す道路標識が設置されていて、そこには 7% と表示されていると。電柱の太さと影の幅は無視して考えるものとする。また
地面と坂は平面であるとし、地面と坂が交わってできる直線を L、とすると、電柱の先端を A、根元を B とすると、電柱の影について地面がある部分を線分 BC とし、坂にある部分を CD とすると、線分 BCCD がそれぞれ L と垂直であるとき、電柱の影は坂に向かってまっすぐ伸びているということにすると言ってるんですね。うん、で、ちょっとその次のページですね。で、電柱の、電柱の影が坂に向かってまっすぐ伸びているとする。この時4点 ABCD を通る平面は L を垂直とすると、その平面において図2のように直線 AD と BC との交点を P とすると、太陽高度とは各APB の大きさのことである。ここだって言ってるんですね。で、道路標識 7% という表示は、この坂を登ったとき、100メートルの水平移動、水平距離に対して7メートルの割合で高くなることを示している。N を1以上9以下の整数とするとき、坂の、傾斜角、各 DCP の大きさについて、これはまあ三角比の表を見るしかないんですね。で、これタンジェントの値を見ればいいので、三角比の表が、ここですよね。で、タンジェントが 0.07 のところを探せばいいんですけど、 0.07 ぴったりではないので、4度以上5度未満っていうふうになるので、 N はこれ C は4になりますね。N の値は4であると。以下 DCP の大きさはちょうど4度であるとすると、まあ、この問題では4度のなんだよと、ここが DCP、 ここが4度だよっていうことを言ってるわけですね。で、お次に行きましょう。で、ある日電柱の影が坂に向かってまっすぐ伸びていた時、影の長さを調べたところ、 BC が7、CD が4であり、太陽高度 APB が45度であった。点 D から直線 AB に垂直な直線を引き、直線 AB との交点を E とするときって言ってるんですね。で、ここはどこを指してるかっていうと、 AB に対して垂線を下ろすって言ってるから、 D からこういうふうに言ってて、で、ここ90度出て、ここ E だよと。で、じゃあ BE を求めるにはどうしたらいいかっていうと、ここが7でこっちが4だって言ってるから、 4×sinθ ですよね。ってことは、BE は4で、サインシーターだから、サイン DCP になりますよね。DCP。なんで、ここが0になりますね。まあ、サイン角 DCP と書いておきましょうか。で、ここは、CD の長さで4ですよね。で、あり、DE ってっていうのがここですよね。で、ここ45度でもらってるんで、ここ相似だから45度でいいですよね。なんで DE の長さっていうのは7プラス CD の長さかける、今度はコサインですよね。なんでコサイン DCP で2になりますね。だからここはどうなってるかっていうと、BC と CD にコサイン角 DCP をかけたものだよってことですね。で、よって電柱の高さは小数第2を四捨五入すると何メートルであることがわかるって言ってるんですね。で、ここはもうちょっと見ていくしかないので、で、サインの4度の値ってっていうのは、まあ、ここですよね。サインの4度の値が 0.698 なんで、これが 0.69 0.06 か 0.06
ですね。0698と。で、コサインの方が 0.99?76 って言ってるので、そうするとまあこれ、ほぼ11ですよね。で、こっちが、0.7 で考えてもらって、0.28 ぐらいなんで、まあ 11.28 で一番近いのは、まあ3かなということで、2は3だよねと。これはまあ、1000分の1以下なんで、まあ誤差としてはね、0.3 単位なんで、計算ミスはないと思うんでね。これなんかもほぼ1なんで、これなんかも 0.07 ですよね。だから、それでざっくり概数で計算しちゃっても問題ないかなと思いますね。うん。で、お次ですね。うん。で、別の日、電柱の影が坂に向かってまっすぐ伸びていたとき、太陽高度は、APB42 度であった。電柱の高さが分かったので、前回、調べた日から影の長さの変化を知ることができると。電柱の影について、坂にある部分の長さ CD であると。 CD は公式になるよと。で、AB が11.3メートルとして、これを計算することにより、この日の電柱の影について坂にある部分の長さは前回調べた4メートルよりも 1.2 メートルだけ長いことがわかると。で、前回使ったね、やつを考えればいいわけですよね。で、さっきは45度だったんで、これ直角二等辺三角形だから DE と AE の長さって1対1で一緒になりますよね。で、そこだけちょっと気をつけてもらって、ここが今度は45じゃなくて42になったんで、これを一回変換してあげなきゃいけないっていう作業が出るんですね。で、まず、電柱のさっき使った式ってどういう風なやつだったかっていうと、AB イコール BE ですよね。B って、この部分ね。で、BE の式ってさっき書いといたんだけど、CD サイン角 DCP なわけ。BE の部分ね。これが BE の部分です。で、プラス DE って、どこかっていうと、ここだったよねと。で、DE の式ってさっきもちょっと書いたんだけど、BC ですよね。BC プラス CD かけるコサイン角 DCP だよねと。で、今 DE を今度は AE に変換しなきゃいけないので、これにタンジェント42ですよね。今度は42、タンジェント42度をかけてやればいいんだよというふうになって、でこれを CD イコールに変形していけばいいわけね。そうするとどうなるかっていうと、 AB イコール CD サイン角 DCP プラス BC タンジェント42度プラス CDコサイン角 DCP タンジェント42度、で、CD、CD 括弧サイン角 DCP、プラス、コサイン角 DCP、タンジェント42度で、イコール AB マイナス BC タンジェント42度で、
CD イコールサイン角 DCP プラスコサイン角 DCP タンジェント42度で AB マイナス BC タンジェント42度、っていう風になればいいよねと。そうすると BC の長さって一番最初に7メートルってもらってるので7だよねと、でとっていうのはタンジェント42だからこれは5だよねと。でなんていうのがサイン DCP なのでこれが0だよと。で、2が、とは一緒なんでね、とは5だから2はコサイン DCP を取るから1だよねっていうふうに、まあ答えが出ればいいのかなと思いますね。まあここまでね喋ってきながらやってるんで、まあちょっとね、長くなって20分ぐらいかかってますけど、まあ本番ではねもうちょっと早くガリガリと解いてもらえればなと思います。以上で、大問1の方の解説を終わりにします。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価、コメント等いただけると次の動画の作成動機になりますのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。